豊明県社宿は愛知県豊明市、あの町小島一の一にある名古屋鉄道の車両基地である。従前の施設名は豊明県社区。犬山検査場に所属する県社宿の一つで名古屋本線豊明駅に隣接している。1999年開設。鳴海工場が鳴海駅周辺の高架化のため移転することになり、その機能のうち、 主に検索の部分を引き継いで解説された。広さは8,937平方メートル。検査ピットを2線を有し、列車検査に対応している。最大51両を留置可能である。また8両編成用の車両洗浄装置を有する。列車検査のほか、新車の主運転基地としての役割もある。出入湖線は、豊明駅の1、2番線から伸びており、 名古屋方面からの侵入となる。豊橋方面へは直接つながっていないが、1、2番線から一旦引上げ線に入り、改めて3番線に入線することで向かうことが可能である。このルートで出航して、豊明駅を始発とする豊橋方面への列車が午前5時台に2本設定されている。豊田線や地下鉄鶴舞線で使用される100系電車も検査。 終了後はこのルートで、地流駅へ行き、三河線と豊田市方面に戻る。伊藤信号、検索の概要、鉄道ピクトリアル第816巻、電気車研究会、2009年3月、59ページ。清水武氏、田中義人、名古屋鉄道車両史下館アルファベータブックス、2019年8月、138ページ。清水武氏。 田中義人、名古屋鉄道車両資源館アルファベータブックス、2019年8月、136ページ。伊藤信吾、検索の概要、鉄道ピクトリアル第816巻、電気車研究会、2009年3月、58ページ。巻末折り込み、名古屋鉄道配線略図。ありがとうございます。